Thank you.
のリズム隊は結構アダルティーなんで、まああの辺も歌バンド連続で疲れてると思うんで、ちょっとまああのうちのバンドはね、あの1月にちょっと話が出て、僕はあのもう全部つながりで集まってもらったんで、発売合わせが3月の下旬で、練習し始めたのは4月半ばぐらいで、まあ、3回か4回音合わせて、まあ、もっとたくさんの曲を届けたかったんですけど、まあ、先にあのライブの日程が決まってたんで、まあ、慌ててあの、まあ、メンバーもあのたくさんね、あの短い時間を間を抜いて練習してくれて、なんとか今日あの間に合いました。まあ、そんな親愛なるメンバーをアダルトチームからまずは紹介したいなと思います。後ろからあの前のバンドからどんどこどんどこあの体力の限りあの叩いてくれてるのがドラムのエディです。あの彼とはちょっと違う形であの出会って、あのバイクのツーリングのコミュニティであの知り合ったんだけど、あの全然関係のないことをブログで書いて、バイクじゃないのに、まあ、書いてもいいんだけどね、あのバイクに特化してないあのコミュニティだからいいんだけど、でそこで彼があのバンドをやってる動画を流してて、全然僕は面識なかったんだけど、あの自分もちょっと音楽貸してたもんで、あのすごいあの彼に興味を持って、で僕から連絡をして、ちょっとこういうバンドやりたいんだっていうことを話したら、心よく快諾してくれて、あのこのバンドのお気に入りで、あのすごくあの家も近くてね、直線距離は500メーターぐらいで、チャリンコはあの立ちこぎで5分ぐらいかな、超ダッシュで。で、まあ、あのちょっと僕もあの今年はあのいろいろと人生で一番大きな出来事があった時もすぐに駆けつけてくれて、あのすごくあの信頼してる兄貴です。改めて紹介します。温度のせいで、あの、まあ、さっきも紹介したんだけど、持ち曲が5曲しかないんで、僕はあのあまりおしゃべりは得意じゃないんだけど、あの本来はこの方がおしゃべりは得意なんだけど、あのちょっと長めに MC を、まあ、あのみんな楽しんでくれたらなと思います。で、あのさっきから決め込んでる夜なのにサングラスかけて、あのなんちゃって井上陽水みたいな、ほんまそっくりやな、それで、あ、紹介します。オーベースよし、彼とはもうあの失礼、彼と90年代、ね、なんかあの90年代でいうと、なんか今時の人は古い感じがするけど、俺たちからするとなんかすぐそこみたいな感じだけど、あのひょんなことからあのつながって、実はあの昆虫が好きなんですよ、彼は。あの昆虫博士で、でその、まあ、同じ当時同じ会社に勤めてたんだけど、あの彼結構おしゃべりなんで、なんで？あれなんで？あれなんで？なんで昆虫好きって分かったの？弟が福岡におるからや。そうか、それだけ。いや俺多分あの彼にすごいあのおしゃべりで、その今日は黙ってるけどすごく声が通るのよ。で、いや僕は思うに、多分あのその当時俺もタバコ吸ってたから、あの喫煙所で、俺今日昆虫取りに行くけど誰かこの海遠まれとかやってみたから、俺それに止まったような記憶あんねんけど、違う。何か言いたいことある？まあ、そんななんかロックで決めていきなりこう夜懐中電灯で買ってこうやってあの懐中電灯照らしてるイメージ。崖から落ちたんだ、ほんで助けてくれて、俺もうこんな重たい体引っ張って本当にね。言うそれ。また今年の夏も行きましょうか。で、まあ、あの彼らはあのすごいあのバンドマスターで、他のユニットもやってて、ブルーラグッド、ブルージンと。いうあのバンドもやってて、そこではあのすごい声張り上げて歌を歌ってるのに、あのさっきの曲のプラスチックボムっていうのはコーラスがないとすごいしんどいから、コーラス入ってくると絶対嫌だとか言って、
ライブハウスみたいなの、あの大勢にもいる歌うの嫌だとか言って。で、あ、多分あ俺がその女性シンガーじゃないから嫌なんやなとか思って、そうやろ、うん、で、あのそのもう一つのユニットでやってる時はこんなに鼻の下伸ばしてね、あのデレデレな顔で演奏しながら歌ってるんで、あの相方がすごいキュートな女性で、今日もあの最前列の方に座ってくれてるんだけどありがとうございます。あのそういう超あのだらしないところの顔もまたチェックして見に行ってあげてください。すごくあの信頼してるベーシストです。オンベースよし、まああのアダルトチームが終わってやっとあの女性陣に紹介できるあのイケメンのギタリストを紹介します。オンギター、ハッシーハッシーハッシー、自分で鳴らさんかあの2曲目にあったあの「ミーティブ・ストレンジャー」という曲はあの、まあ、今日みんな世代がそれそうなのであの知ってるかと思うので、英語 の, あのビリー・アイドルというロックシンガーがいるんですけどね、あの彼と組んでたスティーブ・スティーブンスというあのギタリストが氷室京介と呼び捨てにしたまでに氷室さんとあの2年ぐらい組んでて、その時にやってた楽曲で彼がアレンジしてあのやった曲をどうしても僕はあのライブでやりたくて、であのこのバンドをやるにあたってそのすごいテクニカルなギタリストを探してたんですよ。でまあ作業が一番それが難航してて、あのベースのヨッシーもギターを弾くそれを頼んだけどこれはちょっと難しいということで、ちょっとまあずっと網を張って待ってたら、まんまとうちの会社に彼が就職してきて、で、まあ、上司が彼ギターやってるぞって教えてもらって早速あのお前ギターやってんか、俺こんなバンドやりたいんだってやるなと、別にパワハラはしてません、まあ、彼もあの家が近くて、まあ、彼の直線距離で300メートルぐらいかな、いつもあのうちに呼びつけてFacebook 見てくれてる人なんかよく知ってると思うんだけど、タコパ行ったり焼き鳥屋が好きなんで、あの上新庄の焼き鳥屋網羅して2人で、あの飲み友達かバンド仲間なんだかよくわかんないんだけどちゃんと紹介します。素晴らしいギタリストです。オンギター発信俺の紹介はいらん。まあ、あの高校の時にあの、まあ、ボーイの同じようにボーイのバンドを組んでて、その文化祭でいっちゃん最初にやったイメージなんていう曲で、あの曲間が長いんでそこでちょっと舞い上がって、あのこう言ったのがその今 の, そのいろんなところで使わせてもらってるあのサブネームで、俺は室戸の氷室岡本だって言ったのがすごいその全校生徒抜けて、当時2年だったので3年の先輩から1年の後輩から廊下ですれ違われたのに指さされて、あれ室戸の氷室だってと、まあ、本家氷室さんに本当に申し訳ないんですけど、あの似ても似つかも真似事であの神のように氷室京介を崇拝してこのようにあのバンドを組むことができたのはすごくあのこうやって皆さんの前であの歌を歌えることはすごく幸せです。ボーカルの室戸の氷室です。まあちょっと長すぎて、あの次の曲がちょっとあの緩めのすごいあのラブソングを送りたいなと思います。クラウディハート。
大阪に出てきて何年、平成何年や29年か、本当にね、さっきも違ってたんだけど、ちょっといろんなことがあって、今年は、へこむことが多かったんだけど、酸いも甘いも、たくさんその経験してきて、泣きながら、枕を涙に濡らしながら、この最後のところをずっと聞いて、まあ今も聞いて立ち上がってるところ、今日こうやってバンドするのも夢をね諦めなかった、まあ夢もいろんな形があって手用があって、もう手を伸ばしたらすぐ届きそうなので、ちょっと頑張ったら俺あともうちょっとあとこんだけだったらもう夢かな、でも本当にね儚い夢だったり、もうとてつもない夢だったり、まあバスケの漫画じゃないんだけど、諦めたらそこで試合終了なんで、人生諦めずに今日最後にこの曲をシャウトして、みんなと夢を諦めない人たちに送ります。なんだもう最後に湿っぽく送るの嫌なんで、一発送っていいですか？送るぜ、I'm gonna make it.
はい、ありがとうございました。もう一度ルーニーさんに盛大な拍手をお願いします。今日は一日、ね、あの皆さんライブ付き合っていただきましてありがとうございました。外も暑いのでまだ、帰り、お酒だけ飲んでても多分いけないのでお水を飲んで帰ってください。熱中症で結構あの今年は、ね、やられてるんで気をつけてお帰りください。本当に一日ありがとうございました。